つけば喋る。そう思ってるのは、うん、今の子たちっていうのは、うんうんうん、まあ、魂のレベルが高いっていうふうには思っていて、うんうん、この地球がもうどんどん悪くなっていってるみたいな私は思ってるんだけど、うん、あもう今から上がりますから上げていくんだけど、うん、そうなってっていうところに生まれてきてくれて、うん、でこうちゃんみたいな感じで生まれてきたことには絶対意味がある、うん、意味があるでしょ。そうだからその意味が何なんだろうっていうふうには、うんうん、だから彼らは神様からこの体で生まれますって言って、うん、自分からね、そうやって予約して生まれてるらしいね。そうそうやって聞くとさ、お空からシューって、うんうん、このお母さんにしますって、ね、うん、そうやって思ったらさ、うん、あのね本当はさ喋れないんだ、生きにくいさ体をさ、そう選んできてわざわざ、だから魂のレベルが高いんだと思うんだよね、うん、やっぱりね、それぐらいの、ね、苦労を、うん、しないしてもいいっていうことだもんね。それを選んで生まれてるっていうとちょっとあれだけど、うん、でもそう考えて楽にしてる、うん、自分を。あ私ねなんか最近思ったのが、うん、この地球ってなんか、うんまあ、ネガティブなことを体験しに来てんだなって思ったの、うん、そう肉体があるからできるじゃない、うん、そうそうそう体験が。だってさ本当だったらさ、うん、死んだ後ってなんかちょっとふわふわしてて、うん、なんかすごく幸せっていう感覚みたいなのよ ね、 うんうん、うん、いろんな死後の世界の本とかを読んでそうやって思ったんだけど、うんうんうん、そうなってくるとえでそこにいた方が幸せなのになんでわざわざここに来るのか生まれ変わるかっていうふうに思ったら、うんうん、じゃあ幸せなまんまでねずっといたら、いたら幸せがつまらないのかな。あんまり、そういうことだって皆さんドラマでさ、うん、普通にさ何にもなくって、うん、なんていうもう美男美女で生まれてお金持ちで好きなことができて、うん、素敵な人と結婚して、うん、子供もできて、うん、もうお城みたいなところで住んで幸せに暮らしました、うん、ちゃんちゃん楽しいかな。楽しくないでしょ。幸せじゃないんじゃない。幸せに暮らしましたが幸せじゃないじゃん。いやいやだけどさなんかそういう、いやね、そういうドラマをね見るかって言ったら見ないでしょ、うん、なんでみんななんかハッサスペンスとかさなんかすごい苦労の、ね、うん、ドラマとかめっちゃ見るでしょ、うんうん、見るね、私も大好きで見るけどさでもそれってさそういうのを体験したいっていうかさ、うん、体験はしたくないけど体験した人を見て、うん、まあそれの代わりにはなってるって、ね、そうそうそう体験した気になるかな、うんうん、でも実際本当に自分の人生が何にもなかったら、うん、多分つまんない、ね、って思ってるでしょ。だから冒険好きな魂だから。だってねだから、うん、あの苦労がないとダメだね。そうそうそう私ね止まってたらマグロとか言われるけどだからこうちゃんを授かったんだ。そう私もね選ばれたって言われてちょっと嬉しいんだけど、うんうん、そうと思うよ。で自分で選んだんだと思う。そうだよね。そう絶対そうよ、うん、だってもちろんその全くこういう今スピリチュアルとかこういう話を知らない頃は、うんうん、すごい障害者の子を産んでしまったってすごい罪悪感とか、うん、なんていうの先の不安とか、うん、悲しいとかどうしようとか、うん、もうねいろんな気持ちがあったんだけど、でもそれはその気持ちを味わえたんだよね。そう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 いうことそういうことそうだからそのネガティブな感情を味わった、うんうん、一旦味わったわけよ。だよね。そうそれを味わいに来たんだって。そうだよね。だからこうちゃんありがとうなんだ。そうだよ。そうでそれでね、うん、今はずっと言ったらダメ。そうそういうこと。そういうことさっきから言ってるんだ。そういうこと。あのね、そう味わいには来たの。だけどそれが長くなると辛くなるから味わったからもういらないって。ポイって。そうしないとそこのところにずっと留まる。そう。ちょっと一歩出よう。そう。その感情からね。そうだよね大事だよね。それで変わっていったなって、ね、私もそうだからだからなんかね今大変なことがある、ねうん、人たちもいっぱいいると思うから。お金がなくなっちゃったり仕事がなくなっちゃったり、ね、仕事ないから私でも笑ってるしポジティブ仕事ないし仕事ない元女優
どうやって食べてるんでしょうね。本当に。まあね、まだ自然食品屋さんではね、うん、働いてるとかっていうので、自然食品屋さんは働きたかったのずっと。うん、で、うん、どうしても、時給とかも低くてもどうしても働きたくて、うん、本当にちゃんとした食べ物を生産してくださる方たちを応援したいなっていう気持ちもあって、うん、そこを選んでたのね、うん、でじゃあいざねこのコロナになりましたってなって、うん、そこだけもう絶対週2日を取っといたんだけど、うん、そこだけ残ったのよ、わかる？でよかったの、結局いいものはいい、そう、いいものはいいし自分が直感でねそこを選んでたんだけれども、うん、それのおかげで私はすごく気持ち的にも助かった、うん、じゃなかったらもっと時給の高いところで週5日働いてくださいっていうところがいっぱいあって、うん、で下手すると倍出しますっていうところもあったわけ よ、ね、でもそこでは働きたくなかった、うん、でどうせそこで働いてたら、うん、コロナの影響で今休業、ね、そういうことか閉店か、うん、っていうことだったから、ね、うん、私は本当に自分がやりたいことを残してよかったって思ってるし、うん、それを信じてよかったって、うん、やりたいことを選んできたからもう守られてる、そう、そういうこと、そういうこと、う、うん、すごく思う、いや、うん、神様いるね、いる、だから本当に、うん、ああよかったってすごく思って、うん、私感謝してるし、うん、今の職場にも感謝してるし、うん、だとすると今私がやりたいことっていうのをもっとどんどんやってた方がいいなと思って、やってやって若返りのカフェとかカフェね、やってほしいね皆さん若返りたいもん ね若返るよみたいな、うんうんうん、春菜ちゃんが立ち上げた時にはぜひよろしくお願いしますで撮影に来て、うん、行く行く、ねね、カメラ OK ですかって、うん、iPhone で行きます、はい、よろしくお願いします変えようってねカメラ変えようってでも iPhone の方がやりやすいでしょ、もう全然これしか使ってないから、か私は撮影も iPhone だし編集も iPhone だし、全てこれでやってるから、私は逆にね、もともと監督もやろうと思って、うん、撮影もしてたからカメラとパソコンでやってるから、うんうん、そうなのです、春菜チャンネルもなんだっけ、バクチャーとかね、バクチャーね、すごいね、バクチャーね、あ、してしてしてバクチャー